別宮佐田は、日本の作曲家。1922年に、別宮佐田と,と病理学者で、東京帝大医学部教授の山際勝三郎の長女の息子として、東京に生まれた。翻訳家の別宮帝徳は実定。演祖は、伊予市五色河野市出身の正岡常生の重臣で、京成のおじにあたる別宮修理大勇三佐田。別宮氏は、江戸時代に入ると、 伊予国今治藩の合唱を国た屋として栄えた。兵庫県立第一神戸中学校から、成城高等学校、第一高等学校を経て、東京大学理学部物理学科を1946年に卒業。さらに、同大学文学部美学科に入学し1950年卒業。後、フランスに渡り、パリ音楽院で、ダリウス、ミヨー オリビエ・メシアンらに指示したが、ミヨーのクラスを受験した際、シュトックハウゼンがライバルであったが、別宮が合格したため落とされている。帰国後1955年から東方学園大学で教鞭を取る。1961年から東方学園大学教授。1973年から中央大学教授を務めた。中央大学の音楽研究会吹奏楽部から、 作品を移植されてもいる。別宮は、幼少時に、父が所有するベートーベンやモーツァルトのレコードを聞いて、育ったこともあってか作曲家としての理想像を、ベートーベンであるとしており、調整もしくは先方性に依拠し、直接で単純明快かつ叙情的な表現を、得意とした。一方で、十二音技法などの前衛的な手法に、対しては、外して批判的な態度を取った。 ミオやメシアンに支持しているが、様式的に見て、シンドマン主義音楽の作曲家に分類される。調整を固守する態度は、同じフランスの先輩ジャン・フランセと同様と言える。1988年支持報酬、1994年君三等髄報酬受賞。2000年を第一回として、その先行対象年に日本で発表された。 作曲作品の中から別宮自身が最も優れた作品と評価する作品に対して別宮賞の贈呈を始めた。2012年1月12日、肺炎のため死去。89歳坊主。東京、雑司ヶ谷の別宮家の墓地に埋葬された。中央大学において音楽理論を7年間指持した野口武雄は東方学園大学研究科在学中に 別宮の養子になった。また、野田明之の妻の野田佳代子は養女である。記録映画、ありがとうございます。